はい、皆さんこんにちは、リフトです。ということで、今回ですね、まあ、今期、まさかね、こんなに感想動画を上げることになるとはと、言っていたこちらの作品、テンスラ3期の感想動画をまたしても上げていきたいと思います。ということで、まあ、実質的にはちょっと僕ね、一周遅れで見てるのはあるんですけれども、まあ、最新話でも、まあ、本当にカットされたという話もね、耳にしましたので、まあ、ちょっと改めてね、まあ、動画出していきたいなということで、まあ、テンスラですね、あの今期始まってからもう本当ずっと最初ね、会議をやってましてね、もうね、6話までか6話ぐらいまでずっと会議やるみたいな、もうわけのわかんないこととんでもない会議説明ずっとやるみたいなところで、ちょっと炎上気味になってた中でね、まあ、ついにこうバトルが始まって、まあ、大盛り上がりですよね。うん、で、したわけですよ。うん、ただ、やっぱその、まあ、依然としてやっぱその会議の時にすごいあったのが、やっぱ原作勢の方は評価してて、アニメ勢の方はもう、いつまで会議やっとんねん、もうちょいやるよ、あれやろっていう感じだったんですよね。っていうのが、このね、最新話とか、まあ、前回のね、話で、こう、一変したと。ね。まあ、アニメ勢もちろんだと思うんですけど、原作勢の方が、これまで、ね、こんだけこうね、評価してた、テンスラをね、ふざけんなという状況になっているということで、で何があったかっていうとですね、まあ、原作勢の方が超待望、もう待ち望まれていたエピソードが、ほぼ全カットされてしまったということで、で、まあ、もしかしたら次回のね、序盤にやるかもみたいなこと、まあ、それ無職先生あったんです。でまあ、別にあるんですよ、構成としては。だから、まあ、正直もう僕、そのやり方的にやんねえだなと思ったんですけど、やんなかったっていうことで、はい、まあ改めてね、まあ、僕の見解、まあ、僕はアニメ勢ですけどね、話していきたいなと。よろしくお願いしますということで、話数としてはね、58話、3期10話までのね、感想ということで今回やっていきます。で、最新は11話かな、うん、っていうところで、またね、ちょっと見たいとは思ってますけれども、まあ、原作勢の方は、まあ、どう考えてもお怒りなわけなんですけど、まあ、僕はどう思ったかっていうところも、ね、含めて話していくんですけれど、まずですね、まあ、ネタバレなしの感想。結論としましては、正直ですね、理解不能と、力入れるとこね、間違っとるでってなんで会議に一番力入れてるんですかっていうことなんですよね。うん、まあ、分かりますよ、いろいろ都合があるのは分かるんですけれども、会議6話じゃなくて今回の、ね、特殊エンディングところをね、まあ、A パートぐらいとかね、まあ、1番使う方がよっぽど良かったんじゃないのというの思いました。はい。で、まあ、ただね、まあ別に正直これアニメ勢なんで、これじゃ実際面白いかっつうのはわかんないんですけど、でも、やっぱ、まあ、まあ今回特殊エンディングでね、まあそのカットされたシーンがピシューってやって終わったんですけど、よかったですね。面白そうだなってやっぱ思いましたよね、ここに関しては。絶対やったら面白いだろうなっていう感じの、とこなんですけど、まあ改めて思ったのは、じゃあその会議をもうちょいカットした方がよかったよねっていう。ところと、まあ、あと最悪尺をもっと確保してでもね、他の、別に、点数だって頑張って話数確保できると思うんで、うん、でもやるべきだったなっていうのは思いましたけども、ちょっとここまで批判があるのはびっくりですね。そんぐらい、やっぱ待ち望まれてたエピソードだなって思いましたけれども。で、まあ、単純に思ったのは、詰め込みすぎやない？なんでこんなじっくり、あんなに会議はじっくりやっとって、その戦いのシーンでこんなに詰め込んでるのかって僕もすごい疑問でしたね、正直。なんか、じっくりやるんなら今だろうって。ここでしょってね、今でしょっていうのをすごい思いまして、力入れるってことか配分っていうかがさ、おかしいよね、っていうのがすごい思ったことで、まあ単純に回としては別に面白かったですよ、全然面白かったんですけど、なんかさ、これまでの全体の構成を見た時にもうすげえ違和感、なんでって、いうのはすごい思ったので、なんかまあね、またすぐ会議始まるぜみたいな聞いてましたけれども、本当じゃねえかって。まあ、原作も短いのかもしれないです。原作もやっぱ会議のパートとしてはそもそも多いのかもしれないですけど、せっかくやっぱこんだけ盛り上がるシーンで、やっぱアニメだから盛れると思うんですよね。ね、展開もちょっと早すぎるぐらい早かったんで、いやーもう終わっちゃうのかっていう寂しさもあるんですけど、やっぱこう、構成、ちょっとなっていう。なんでここはここではじっくりやるのかっていうのはすごいね、思ったっていう感じでしたし、まあやっぱその今回ね、まあその大幅カットされたところも、まあ見たかったなっていうのはね思いまして、次回もやんないそうなんでね、まあ次回はじゃあまた会議なんですかね、ちょっとどうなのかっていうところなんですけども、ちょっと残念でしたね。やっぱこのバトルが始まってから非常に盛り上がって、前回はまた違和感を感じてた中でね、また再びね、まあまさかのこう、ここまでね、こんだけ支えてくれてたアニメ勢があんだけボロボロ言いながらもね、めちゃくちゃ言いながらもちょっと人気も落ちかけてた点数をずっと支えて原作でブチ切れさせるという最悪の結果を招くっていうね、制作陣の皆さん、反省していただけたらと思いましたね。ここに関してはちょっとやっぱ、なんか結局アニメ勢も原作勢もブチ切れてるっていう最悪の状況になってますんで、やっぱ人気作はね、カットしたらあかんのですよ、基本的にね。だからまあ、そういう意味ではやっぱりその、これまでの会議のシーンはまだ正しかったのかもしれないですよね。
ってんのはもともと言ってましたね。その原作ファンがやっぱ喜ぶってのは非常に大事な部分ポイントだし、やっぱその原作ファンがやっぱ支えてくれてるわけですよ。僕っていうかアニメ勢とかなんてさ、基本的に配信とか契約して見てるぐらいなんですからね、えっていうことを考えたらね、はい、っていうのは思ったし、なんかそのどっちにも比重を結局置けてないっていうのはやっぱ良くなかったですよね。それなら会議もっと短くするべきだし、だから正直その僕が個人として思うのは、今回そのカットされた悲しさっていうよりは詰め込みすぎだよね、なんでバトルこんな急いでやんのっていうところですよね。すごいそこは思ってるっていう感じだし、カットされたところに関してはやっぱ面白そうだったなっていうのは思ったという感じでございました。はい、まあ、意外とね、テンスラってやっぱキャラ魅力強いですから、やっぱそのなんかギャグみたいなシーンも面白いんですよねここに関してもね、はい、っていうところでしたね。いやもったいねえし、いやないわっていう感じでしたね。はい、ということで、このネタバレの感想やっていきますね。ご注意くださいというところ、ネタバレの感想としてはですね、カットされたとこっていうところで、まあ、宴会シーンがね、カットされたっていうところで、なんか、ひなたとかね、いろいろなんか、面白そうでしたよね。ルミナスとかもね、なんかその絡みとかもあるみたいなんですけども、はい。いや、これ、特殊エンディングでやるとこじゃないやろっていう。なんで、なんかさ、まあだからあれかもしれない、読み違えてたんでしょうね。まあそのアニメその作った人はまあここはってもうちょいリサーチしてほしいんだけども、こんなに騒ぎになるとこないですよ。普通は正直その宴会シーンがちょっとカットされたからそんなに騒ぎになんないんですけど、やっぱそんぐらい待ち望まれてる方が多かったのに、まあちょっとエッチいとこもあるみたいなんでね。だからそう、まあそのテンスラーやっぱ子供たちもたくさん見てるって話なんで、まあそういう事情もあるんかもしれないですね。鬼滅のね、あのカンロイちゃんとこは短いみたいな感じのかもしれないんですけれども、間違ってますよね完全に比重を持ち間違えてるというか、構成を間違えてるというか、まあ、前回もね、そもそもその前の引きからそれが次回前回の引きになるという謎の引きっていうか、ラストでやるっていうすごい謎の構成だったんですけど、今回やっぱまあ避難の覚悟とか、まあ別にもっとじっくりやったら絶対おもろいやんっていうところをなんかバン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 飛ばして終わらせるっていうところで、まあ、そこが僕はそもそも疑問符だったんですけども、まあ宴会シーンっていうところでね、すごい原作は楽しみされたところあんな雑くビヨーンって止めで全部終わらせるっていうのはやっぱないなっていう感じでしたね。まあ多分あれを1話やったからって面白いって言うと思うんですよねテンポ悪いって言わないと思うんですよ、別にやった後だから。まあただやっぱその会議をじっくりやるんだったらさ、結局今回も別に会議がじゃあめちゃくちゃ生きたかって、そのリムルのフェイクのね、あの映像とか、まあそのなんか仕様の話とかその辺必要でしたけど、それ以外の概要がめちゃくちゃ必要だったかって言ったら、リムルたちの作戦とかめっちゃ痛かったけど、あんまりいらなかったと思うんですよ。なんか結構原作ファンの方の意見としては、会議があるからおもろいみたいな話聞くんですけど、いやカット絶対できたでっていうのは僕は思ったことでした。全然別にバトルシーンだけ見てもあれで面白かったし、で、まあ、最低限そのさ、リムルのそのフェイクの映像とそのひなたたちがうまく市長たちに動かされてて、その辺やっぱ知らないとやっぱどうしても楽しめないと思うんですけれども、ちょっとやっぱ6話とか使いすぎやったんですよ。だし、まあ、2期の振り返り要素もどうしてもあるんでね、まあ、そこに関してはまずある程度長くなってもそうしょうがないですけど、やっぱ3話ぐらい収めてね、まあバトル3話で、3話で宴会1話、これ7話ぐらいまでやる、それでも話数余ってるぐらいですかね。っていうやっぱやり方とかが良かったんじゃないのかなとは思いながら、でもしその原作ファンに完全フォーカスするなればね、やっぱ今回の宴会シーンを無理やり尺度でもやるべきだったよなっていうのはすごい思った感じでしたし、なんかこうようやくね持ち直したと思って会議待ったかやったって言ったんですけどね、えなんか肝心のところがぶっ飛ばしで僕すごい不満ですねもうなんでっていう、なんでやねんっていうのを思ったという感じで、ございました。ちょっとまあ11話とか期待できるのかちょっとどうなのかあれですけれども、まあ皆さんね、また感想等も、コメントお待ちします。原作での方ね、また補足というか面会シーンも補足されてもちょっとネタバレになっちゃう気もするんですけど、はい、ということでね、もしそれ以外のカットとかもあったらまたコメントいただけますと嬉しいですし、まあ、テンスラね、まあ、また感想とかまた上げることになるかもしれないですし、まあ、それ以外もね、まあ、そういう意味ではなんかある種にぎわしてます。さすがね、まあ、あの今期1位のね、まあまあ、鬼滅が一番結局人気ですけれども、まあ、並べながら人気タイトルっていうことになろうの多ですから、なお累計発行部数一番多いですからね、っていうテンスラだからこその騒ぎでもあるのかもしれないですけども、はい、まあちょっとすげえもったいねえというか、なんでっていう感じた、とこでございました。はい、ということで以上となります。皆さんね、またコメントを待ちますしですね、まあ、動画等も上げています。ぜひこの時に、チャンネル登録、高評価等もしていただけますと大変嬉しいです。ということで、この動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。